やっほー。やっほー。霊夢、え？水の勝成という人を知ってる？いや、聞いたことないんだけど。この人知名度はあまり高くないかもしれないんだけど、本当に面白い人生を歩んだ人で、若い頃は血気盛んで破天荒っぷりがとんでもない感じだったんだけど、後年には福山藩の藩主として両国経営にも素晴らしい才能を発揮した人物で、あまりに凄すぎて、誰にも縛り付けることはできない臨界吹きとも評された人なんだ。え？かっこいいじゃないの。その評価については賛否両論あるんだけど、ぜひ漫画家やドラマ化してほしい人なんだぜ。そんなに面白い人なんだ。ってことで今回はその水野勝成の生涯について解説させてほしいんだ。まあ面白そうだし聞いてみることにするか。ではでは、1564年、水野忠重の嫡男として生まれた勝成。父、忠重の姉は徳川家康の母の於大の方だから。勝成は家康のいとこにあたるわけね。そういうことだぜ。1579年の高天神城攻めが勝成の初陣で、家康の家臣だった父の忠重に従って出陣したんだけど、この時は武田勝頼が撤退したことで戦にはならず、翌年には忠重が信長に引き抜かれたことで勝成も信長の家臣ということになり、同じ年の第二次高天神城の戦いにも勝成は参加、最終的に白方が一斉突撃に打って出たから大激戦になったそうなんだけど、この戦いで勝成は15もの支給を挙げ、信長から感情を与えられたそう。大活躍じゃないの。すごいわね。その後信長が本能寺の変で撃たれると、勝成は父とは離れて家康の元で天正神武の乱に参加するんだけど、この戦いで共に戦っていた鳥居元忠は、勝成に出陣を知らせずに行動するんだ。なんでそんなこと。だけどこれを知った勝成は抜け駆けじゃないかって元忠に猛抗議。さらに、今日からは貴殿の指図は受けず自分の力で戦ってやる、って感じで怒り、勝手に先陣を切って敵陣に突入。勝成はまたしても多くの支給を挙げたそう。凄まじい暴れん坊っぷりね。さらに1584年の小牧長久手の戦いの際には、織田信勝の与力になってた忠重に従って勝成も参加。岡田義篤のこもる星崎城を攻撃した際にはまたしても先陣を切って城に突入するんだけど、この時勝成は、結膜炎にかかって目が痛かったらしく、兜をかぶらず鉢巻きを巻いて戦っていたそうなんだけど、それを見つけた忠重、お前は兜を小便壺にしたのかって感じで勝成を強く怒ったそう。小便壺って、だけど怒られた勝成はこれに反発。頭を割られてもそれは時の運だし、一番首を取るか、自分が取られるか見てろ、って感じでまたしても敵の陣に突入して一番首を取ってきたそう。もう手がつけられない戦闘マシーンじゃない。だけど忠重は、先駆けは軍法に背くものだと言ってさらに怒ったそうだぜ。そりゃそうなるわね。余計にお父さんも怒るわよ。これだけやんちゃ気味な勝成、1584年の上江城合戦に参加していた際には、自身の素行不良を告げ口した忠重の部下を切り殺してしまうという大事件を起こすんだ。おーおーい、何やってんのよ。当然これに忠重は激怒して勝成を勘当。しばらくは家康にかくまわれていたそうなんだけど、武が勝成を召し抱えないように釘を刺す、方向構えまで出されてたから、忠重の追及があったことで結局逃走することになり、京都に逃れた勝成は、寺で寝泊まりをしながら素行の悪い人たちと共に喧嘩を始めたり、人の命を奪ってしまうほどの騒動を起こしたりしたそう。ええー、なんなのこの人。低レベルでクレイジーね。とはいえその武勇は確かなものだったみたいで、その後勝成は、織田信勝の取りなしで秀吉の陣営に入り、戦国秀久の下で四国征伐にも参加。この時も勝成は活躍をしたみたいで秀吉から700国の地方を授かるんだ。本当に戦いにおいてはすごいのね。だけどまさかの勝成、地方を捨てて中国地方に逃亡。はぁ、何やってんのよ。なんでなのよ。さらに秀吉からは資格まで放たれたそう。そりゃせっかく評価までされたのに、秀吉も顔に泥を塗られたようなものよね。その後はさっさなりまさに仕えて、肥後国人一揆では一番槍を上げる活躍をしたそうなんだけど、そのなりまさが切腹することになると、次は黒田義隆に仕官して、武前国人一揆においても勝成は活躍をしたそう。なんなの？戦いを探し求めて旅でもしてるの？その後勝成は、秀吉に拝謁するために大阪に向かう義隆の嫡男、長政に随伴していたんだけど、備後の鞆の浦に着いた際に、下船して出奔するんだ。またかよー。なんなの？なんで？どうしてなのよ。長政に操船の手伝いを命じられて怒ったからとも、秀吉から逃走した過去があったからとも言われてるぜ。後者の方がしっくりくるわね。とはいえ勝成はいろんな合戦で活躍してたからその名は知れ渡ってたこともあってか、小西行長に仕官したり、加藤清正や立花宗茂にも仕官するんだけど、待遇が不満だったのか、このまま終わりたくないという気持ちが強かったのか結局出奔。
何をしていたのかは定かにはなってないけど、放浪生活を送っていたそう。まあ戦いには役に立つからみんな使いたがるんでしょうけど、しかし本当に手名付けられないわね。その後勝成は備中の黒人、三村近重の触覚になり、世話役だった娘との間に子供をもうけるんだけど、この子供が後に福山藩二代藩主となる勝利なんだ。さすがに子供もできたしもう落ち着くでしょ。とはいえ1598年には秀吉が亡くなり、豊臣家を取り巻く情勢が慌ただしくなってきたことを勝成も感じ取ったのか、妻子を残して上洛、再び家康に仕えるんだ。そういう匂いを嗅ぎ取れる能力でもあるのかな。さらに家康の取りなしもあって、勝成はようやく父の忠重とも和解することになるんだ。いつの間にか孫もできてるし、ようやくお父さんも許してくれたのね。こうして勝成は家康に従い、上杉征伐のために下野の小山へ向かうんだけど、そんな中、三河では父の忠重が加賀の石毛持から西軍に誘われてた。え、だけどこれを拒否した忠重、なんと殺害されてしまうんだ。せっかく和解したのに。こうして勝成は忠重の後を継ぐことになり、水野家の当主になるんだ。もう責任あるポジションだし、今までみたいにやんちゃはできないわね。とはいえ勝成は関ヶ原本線への従軍は許されず、石田三成が出撃した直後の大垣城を攻めることになるんだけど、この時勝成は大垣城にいた秋月種長が知り合いだったこともあって内通を持ちかけ、見事に同調した武将たちが寝返り、結局首相の福原長高は降伏して城を明け渡したんだ。ただただ突撃するだけじゃなくて条約というものまで覚えたのね。さらにこの時三成から長高に与えられた政宗の名刀を奪ってるぜ。百花な感じが垣間見えてるわね。とはいえ戦いの後には長高の除名嘆願をしたり、刀奪ったからじゃないの。勝成が京都に駐屯していた際には、敗者側になってしまった小西行長に対して網傘を送ったとも言われてるぜ。かつて仕えた者に対しての恩義も忘れない一面もあったのね。その後勝成は、十五位で日向守に助されるんだけど、この日向守、明智光秀が名乗ってたから縁起が悪いということで人々からは避けられてたんだけど、勝成は全く気にしないどころか笑い飛ばしたそうで、その勇猛さと相まって鬼日向とあだ名されることもあったそう。あのただの暴れん坊が、かっこいいあだ名までつけられちゃって、その後51歳になった勝成は大阪冬の陣にも参加。この頃の勝成は宮本武蔵を客将として迎えてたりしてたみたいだぜ。え？あの宮本武蔵？知らなかった。さらに大阪夏の陣にも参加するんだけど、この時勝成の昔をよく知ってる家康は、もう昔みたいに自ら先頭に立って戦っちゃダメだぞと厳しく命じたそう。もうさすがに立場が違うからね。万が一討ち取られたりしたら大きく士気も低下するしね。そしてかつての同僚、後藤元次と交戦することになる道明寺の戦いで勝成は、見事に家康の命令を無視して一番槍を上げて元次の部隊を壊滅させたそう。おい、何やってんの？家康の忠告無視してんじゃないわよ。さらに後詰めの真田信繁たちの軍が進軍してきた際には、隣に陣を構えていた伊達政宗は、弾薬不足や負傷者も多くて戦いを避けようとしたんだけど、一方の勝成はどうしても敵を討ち取りたかったのか、何度も政宗に戦うように主張。なんなの？生涯戦闘馬鹿を貫く感じなの？だけど結局断られてるよ。政宗もドン引きだったでしょうね。最終的には政宗が直接勝成の元を訪れて拒否してるからな。もう勘弁してくれよって感じね。さらにこの戦いで勝成は真田信繁隊とも戦う活躍も見せたりしてるぜ。そうだったんだ。こうして勝成は、論功交渉で3万石加増の6万石で郡山に転封となるんだけど、家康の先陣に立って戦うなという命令を破ったから、低い評価になってしまったとも言われてるよ。まあ活躍することも大事だけど、言うこと聞かない人のせいで作戦が一気に崩れる可能性もあるしね。さらにこの評価に勝成自身もかなり不満そうだったみたいなんだけど、徳川秀忠がなだめて、家康が隠居した後に10万石の治療を与えることを約束したとも言われてるよ。まあまあって感じが想像できるわね。そして1619年に福島正則が改易されると、勝成は福山10万石を与えられることになり、福山城と城下町を築くんだけど、この福山城は、一国一城令発布後に例外的に認められた、大規模な新規築城による近世城郭での最後の城で、日本城郭の最高到達点で最高傑作とも言われてる。そういえば築城400年記念とか何かで見たわね。さらに勝成は両国経営にも尽力、イグサの生産にも力を入れてたみたいで、現代でも福山の畳表はビンゴ畳表と呼ばれ、全国屈指の高級品とされてるぜ。さらには文献に残る中では全国初とも言われる藩札を発行したり、大規模な上水道網を整備したり綿花栽培や農地拡大などを行って、現在の福山市の礎を築いたとも言われてて、水野家が統治していた頃の福山藩は、
額面上は10万石でありながら実質15万石や30万石と言われるほどに豊かだったそう。はい。血気盛んなあの戦闘マシーンの勝成はどこに消えたの？名君とも言ってもいいくらいに両国経営に力を発揮してるじゃない。噂を耳にした隣国の岡山藩藩主、池田三政は勝成を幼少の中の幼少と評したそうだぜ。ええー、意外すぎる。とはいえ1638年、75歳になった勝成は、幕府から島原の乱鎮圧への参加を要請される。いや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 、75歳。嫡子の勝利、孫の勝貞と共に鎮圧へ参加するんだけど、かなりの高齢かつ九州の大名以外で唯一の参陣になったのは、勝成の戦歴が評価されての抜擢だったみたい。まさかまた突っ込んだりしないでしょうね。とはいえさすがに勝成も前線では指揮を取らずに、嫡男の勝利に指揮を任せたんだけど、勝成が指揮を取ってなかったこともあってか、水野勢は勝成の戦歴の中でも最大の損害が出たとも言われてる。さすがにもう敵陣に突っ込んだりはしなかったのね。そして島原の乱の翌年、ついに勝成は家督を勝利に譲って隠居。1643年には京都の大徳寺で1年間禅の修行をしたり、何やってんの？似合わないわよ。1650年には87歳という高齢でありながら、鉄砲を放って見事に的に当てて店周りの人を驚かせたりもしたそう。ええー、何この生涯現役感。だけど、その翌年には福山城内で88年の生涯に幕を閉じるんだ。めちゃくちゃ急に亡くなったけど、年齢を考えたらすごい長生きしてるわね。その後の福山藩は勝成の政策が基本的に踏襲されて発展していくことになるんだけど、五代藩主の勝峰が創生したことで水野家は改易となってしまうんだ。この時一部の藩士や領民は、水野家の存続を求めて福山城に籠城する動きを見せたりもしたそうだぜ。領民も、よっぽど水野家の統治が良かったのね。その後は勝成のひ孫、勝長が能登に下に藩一万石に取り立てられ、なんとか家名は存続されたそうだぜ。よかった。とはいえ本当に今まで見たことのないくらいに破天荒というかとんでもない人だったわね。なんだか評価が分かれそうな人だけど、とてつもなく面白い人だということは確かね。なかなかな破天荒っぷりだよな。っていうことで今回の水野勝成の解説はここまでだよ。本当に最後までご視聴、ありがとうございました。これからも歴史に関する解説を頑張っていくので、ぜひ高評価ボタンと、面白いなって思ったらでいいので、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の解説で。またねー。